ケニー・ロバーツ、ケニー・ロバーツこと、ケネス・ルロイ・ロバーツ、ケネス・ルロワ・ロバーツ、1951年12月31日体は、アメリカ・カリフォルニア州出身の元モーターサイクル、レーシンライダー、AM ・エグランド・ナショナル選手権、ロードレース世界選手権、WGP500cc クラスなどで、輝かしい成績を収め、キング・ケニーというニックネームが生まれた。 長男のケニー・ロバーツ・ジュニアも WGP500CC クラスを制覇し、WGP、元 GP を通じ、2017年現在、唯一の親子に大チャンピオン。ジュニアとの明確な区別のため、ケニー・ロバーツ・ジュニアと呼ばれることもある。次男のカーティス・ロバーツも WGP に参戦した。1992年には、国際モータースポーツ殿堂、2000年には、 モートジッピーで沿道入り。1973年、母国アメリカの AMA グランドナショナル選手権において、史上最年少21歳でチャンピオンを獲得。翌1974年も2年連続でタイトル獲得。2は WGP に、ダッチ TT、オランダ GP の 250cc クラスで初出場する。転倒したが再スタートし、 3位となる。当時の新聞は、ケニーのことをビッグマウスと書いた。かなり、WGP を下に見た発言をしたらしい。にヤマハワークスライダーとして、WGP にフル参戦する。初年度から3年連続で 500cc チャンピオンという、異業を成し遂げ、WGP において、初のアメリカ出身のチャンピオンにもなった。 フレディ・スペンサーと歴史に残る激戦を繰り広げ、僅差で WGP 王座を逃した。この年を最後に WGP からは引退。ただし1985年、1986年の鈴鹿8時間耐久ロードレースなど、その後もいくつかのレースには出場した。ヤマハの顔的存在として引退後はヤマハワークスのチームロバーツを率いて、 WGP に参戦。文化生、ウェイン・レイニー、500cc クラス、マイナス、ジョン・コシンスキー、250cc クラス、がチャンピオンを獲得するなど、運営者、指導者としても有能であることを証明した。その後、オリジナルマシンの開発、参戦を目指し、ヤマハから、独立、チーム結成初期にも、250cc クラスに、エンジンは、ヤマハ市販用。 フレームなどは自社の独特の形状をした実験的なオリジナルマッシュを走らせていたこともある。マレーシアの二輪メーカーモデナスの資金協力を得て3機等エンジンを搭載するマシン KR 自身のイニシャルで WGP に挑戦した。しかし十分な結果は得られず2006年からは自社製フレームにホンダ RC211V 用エンジンの供給を受ける。 長男ケニー・ロバーツ・ジュニアは鈴木から再び父のチームに復帰した。ロバーツの行動や業績の中には今日のグランプリの基礎となっている事例が多いと言われる。現在レーシングライダーの間で主流になっているハング・オフ・スタイルをヤーノ・サーリネンと並び、体制、流行させたライダーとして知られる。WGP 転戦に巨大なモーターホームを使用。 レースウィークの間は常にサーキットで帰去するという生活スタイルを WGP に持ち込んだ。メーカーとの契約関係、開発への発言力、オリジナルのチームスタッフ構成などで、当時としては独創性、先進性に富んでいた。スティーブ・ベーカーと共にアメリカのレーススタイルをヨーロッパのレースに持ち込んだ先駆者であり、その成功により、イゴ・ランディ・マモラ、フレディ・スペンサー、 エディローソンらがヨーロッパに進出してくることとなり、WGP におけるアメリカンライダー時代の始まりとなった。1985年鈴鹿八代に平忠彦と組んで出場した際は、WGP の偉大なチャンピオンライダーと国内スターライダーの顔合わせが大きな話題となり観客動員数が飛躍的に躍進した。これ以降、WGP のトップライダーが 鈴鹿八体にワークス参戦してくるきっかけにもなった。1978年は、イ750クラスでも2位。この年は 250cc500cc イ750に出場。ケニーは、2WGP500cc クラスに初参戦し、まで3年連続して、世界チャンピオンとなり、その強さから、キングケニーと称されるようになったが、ケニーは、 過去のことを自ら進んで話そうとはしない。もちろん雑誌やテレビの取材を受けた時には話すのだが仕事として話しているに過ぎない。ケニーは過去の栄光に目を向けてはいない。ケニーはハングオフという乗り方をしていたが正当な乗り方を極めた結果である。ケニーの次の世代の若いアメリカ人ライダーには正当という言葉は馴染まない。例を挙げるとフレディスペンサー ケニーはお最後に WGP ライダーとしては引退したが、ロードレースから引退したわけではない。日本では1985年と1986年に鈴鹿8時間耐久ロードレースにライダーとして出場し、結果は二度ともリタイアであったが、ケニーの出場自体が日本のファンを喜ばせた。ケニーは WGP ライダー時代、その役割、 世界チャンピオンになることを完璧に果たすために全力を尽くしたがそのために結果として家庭をないがしろにしてしまった。WGP ライダー引退後は子供たちと遊び良きパパである。ケニーにとってレーシングチームを運営する仕事は家庭と両立できるものである。ケニーがレーシングチームを設立するきっかけとなった出来事はアメリカでレースをしていたウェイン・レイニーが 突然スポンサーを失い困っていたことだった。若手ライダーを WGP に参戦するための支援をしようと思い立ち、ヤマハとマールボロの協力を得ての WGP250cc クラスにウェインとアラン・カーターの二人のライダーを用して参戦する。しかし、チーム設立のための準備期間が短かったことと 250cc クラスはスポンサーのマールボロにとっては 魅力がなかったために、十分な資金的支援は得らず、チーム運営は思うようにはいかなかったが、二人のライダーの戦績は、ウェインがランキング8位、アランが9位となり、二人ともトップ10入りした。は 500cc クラスに参戦するが、今回は十分な準備期間を取ることができたため、チームの運営体制は万全であった。スポンサーは、ラッキーストライクに決まったが、 ラッキーストライクはの 250cc クラス時にもケニーのチームに興味を示していた。1984年はマールボロ、ケニーがライダー時代に契約していたジャコモ・アゴスチーニが運営するチームのスポーンがケニーに他のスポンサーと契約しないように依頼したためラッキーストライクとの話は流れた。1986年もマールボロからスポンサーになる話が来ていたのだがケニーは 100%でやってくれるんじゃなきゃ嫌だ。ケニー・ロバーツと返答し、本腰を入れて交渉してきた、ラッキーストライクをスポンサーにすることになった。チームに迎え入れるライダーの先行時には次のような話が流れた。この話はどれも本当のことである。結局、ライダーはランディ・マモラとマイク・ボールドウィンに決まった。マイクを選んだことに関して、周囲の人々は不信任があった。 ケニーによる人選の基準はライダーがレースに臨む姿勢である。ケニーが必要としているライダーとは常に今よりも速く走れるライダーになりたいという向上心のあるライダーである。マイクはそのようなライダーであった。ケニーのチームは2、ランギがランキング3位、マイクはランキング4位と高成績を収めた。イギリス GP、シルバーストーン以外では 二人のライバーのうちどちらか一人、または二人とも、隠れスで表彰台に上がっており、ケニーはこの結果に満足している。ケニーは見事なチーム運営を行った。ケニーが喜びを感じていることは、彼が運営するチームが発展することである。ケニーは、レーシングチーム運営をするにあたって、チームで働く人材を最重視している。優秀な人材を獲得して、 チーム運営をすることが重要であると考えている。ポール・バトラーはそれに適任であり、ケニーはポールにチーム運営を任せている。ただ、ライダーの走りに関しては、ケニーでなくては助言ができない。その点で、やはりケニーはチームにとって重要な存在である。ケニーはこの2年間のレース活動を通して、スポンサーの変化に気づいた。ケニーによると、スポンサーが 既存の広告媒体、新聞や雑誌を利用するよりもレース活動を支援した方が長期的視点立つという益であると考え始めているという。テレビや雑誌がレースを取り上げることによって子供たちがレースに興味を示すようになり、長い目で見るとそれが WGP に発展につながるとケニーは考えている。出演映画、ウェブサイト、出版物、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。